さあ、ということでね、駐車場まで戻ってきましたからね、早速その二つヶ浜ですね、錦ヶ浜って読むらしいですね、あれで、のホテルの方に向かっていこうと思います。いやー、よしよしよし、暑い暑い。いや、今回言うて、いろいろやってますからね。で、私あの先は、右折はね、無理だ。もう全く車通れない。折り返しもできなくなるぐらいに狭かったんで、もう無理せずにこっちから出てこうと思います。で、どうかな、ですね、でここは一方通行やから、あ、どっちかこっちか中でやんのか。はあ、はあ、あ、かき氷もやってんだ。ちゃんと真っ赤なイチゴですね。素晴らしい。タコ缶はちゃんとありますね。どういったらいいのか、うわ、狭っ。うわ、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 し、人いっぱい。なれやん、めっちゃから、うわ、うわ、おぉ。最高で、はい。びっくりした、24時間100円で。あ、300円でも十分安いですからね。よし。いやー、狭いな、これは。で、よいしょ、これは軽自動車じゃなきゃ、あ、もうハイエース行ってますけどね。ハイエースが行っとるんやで、行けるやろっていう、愛な発想で行ってますからね。いやー、すごいな。こいつ他の道に出れんわ。ついてこ、ついてくしかない。あ、でもとりあえず、ちょっと一息つけど、あ、で、ここは一方通行なんだ。あ、ここはこれ一方通行やから、よし、うちの行きたい方角から行くとこれ右折ですからね。うわー、狭っ。で、どっか広そうなところでまた行きに来た道の方にね、戻りたいんですけど、これどこで戻れんだ。ここいいか、ここは行けそうですね。はあ、これは攻め。ちょっと広くなった。暑。それにしても狭いね。あの先もそんなに太くないもんな。これで、さっきのコープのところまで戻ってきましたね。で、また貝塚市に戻って、もうちょっと宿に向かいましょうか、とりあえず。充電したいですね。だいぶ使いましたね、今日は。わかりやすいですね。岸和田の南町の南側にあるのは貝塚の北町なんだ。わかりやすい、うん。で、北町の南側なんですね、これは。でも水場駅、さっきあれか、春いとったところへんにもう近づいてんだ。
西久浜もそんなに遠くなさそうですね。ああ、町やったね。都市川ラーメン。へえ。あるんですね。で、錦の浜ニュータウンなんだ。地名は錦ヶ浜なんですね。へえ。この辺りも独特ですね。そう。広い交差点。これが脇浜、いろんな浜があるんですね。で、錦の浜公園とかってなってますから、そろそろだな、錦の浜北って出てきましたから、そこでいいのかな。あ、西木浜ってなってるから、そこ曲がったらいいみたいですけどね。あ、これがホテルかなで。駐車場どこ？から入ったらいいのかな。へえ。あ、無事着きました。これいいみたいです。よしよし。